鈴鹿サーキット今言われたのでやはり頭を使わなきゃいけない、燃費計算しなきゃいけない、タイヤの垂れなんかを感じながら走んなきゃいけない、この要素プラス他のドライバーとの駆け引き、あとは自分が冷静にちゃんとオンコースでコースアウトもしないで走れるか、はい、ですね。もうさっきも見たようにスリップめっちゃ効きますからね、はい、そこを頭に入れておくことですよ。ですよね、はい。まあ、あのスリップは特に130R 手前のバックストレート、いかにスプーンカーブの2つ目でちゃんとタイヤをまっすぐに向けてアクセルを踏み込んでいけるか、はい、この辺がね本当にスリップの効きどころだと思います。見てるとあれですね、子供の無の場合は最終コーナーから1コーナーまでっていうのはそんなすごいスリップ来ないですね。効かないね、バックストレートが効くね、はい。さあ現状は茨城代表の野島選手が1位です。ザキタカさんお願いします。さあいよいよ決勝を迎えました、ルーツサムライ X カップ2019、一般の部になります。予選1位は野島、今スタートです。いいスタートを切りました野島です。ナイススタート。さあ1コーナーのまずは序盤戦10周です。ここは順位の変動なくどうやら入っていきそうです。外からかぶしたぞ。3位が上がったか。ここは順位の変動がどうやらなさそうです。いや外からかぶして富林選手が今富林選手が、ね、上がりましたね。3番手がね、はい、1、2コーナーで太田がちょっとね慎重なスタートでしたね、うん、慎重というよりも1コーナーの飛び込みが慎重だったね。そうでしたね。さあ1周目で野島早い、ね、早いですよね。あのお子さんの時よりちょっと均等に差がある感じの1周目ですね。デグ1デグ2、あ綺麗だな、ねえ野島早いね、綺麗なラインですね。なんかでも様子うかがいしてる感じがしますね、各ドライバーとヘアピンです。まあ、富林はいい距離だよね、スリップいつでも効くぞっていう、はい、まあ太田もそうですね。4番手まではもう確実にトップ狙えますからね。ほらボギーまでですね、うん、5番手空いてるでしょ、はい、だからこう4番手までは勝負権ありますよ。あ入った、あここで一気に順位がまた変動しました。ボギー3番手に上がっています。今のうまかったね。2番手スタートの太田が4番手に下がって、これスリップ効くぞ、はい、コーギー来るねこれ。これまだでも1周目ですよね。まだ1周目です分かんないな。ほら来た、あー脱輪した。ここは私はやり合わない方がいいですか。まだそうだね、これ試験勝負だね。ブレーキング外からまだ1周目です。おー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 、太田が一気に飛び込んできた。太田選手、関口雄飛、おー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 、また抜き返しています。関口雄飛選手来ましたね今ねいやこれやっちゃうとトップ2台が逃げちゃう。そうですよね。そうか、うん、そうですよね。今ので差が開いちゃいましたね、抑えられた分。するともう野島と富林の勝負になるよね。できれば3位から4位、5位は1位、2位の2人が少しだけやり合ってもらって、タイムを1周どん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 こうやり合うことによってコンマ稼いでもらって差を縮めていかなきゃいけませんもんね。そうなんだよね。ただそのあたり分かってるんじゃないですか前の2人は。これ3、4、5争ってるからどんどん離れるかな。そうですね、争っちゃうとダメですよね。そうすると富林は何もしないで後ろついていくのがいいよね。一番いいですね。燃料は減らさない、タイヤも使わない。さあ茨城代表の野島、富林は神奈川、この2人がワンツーを、ね、今デグに越えてヘアピン、まあ、これはもう富林がいつ仕掛けるかだろうね。あこれは面白いな。土屋さんゲームだけど、はい、あの行く行かないの雰囲気がこの画面上から伝わってきますね。伝わる、今見てる感じですもんね。全然伝わるよね本当に。あ行かないんだって見てるんだっていう走り方ですよね、うん、少しだけこう揺らしてボディ見せて。そうだねほら行かないもんね。ないですよね。ただだんだんと太田も近づいてきました。一時期コンマ6秒ぐらいありましたが、後ろもコンマ3。ああトンボヤシ、あミスったかな。あでもここで伸びんじゃないですか、うん、スリップ入った。富林これ行くだろう。おー後ろから来た、やはり太田が来た、太田も来た。
太田外から仕掛ける。まだ序盤ですが早くも仕掛けていきます太田です。この辺りは見せます。130ある手前外から抜いたら片山右京選手だったんですけどね、うん、昔の F1 ので試験です。いや富林冷静だなですね、うん、冷静、あまり無理してませんね。太田はでもまだ仕掛けなくてもいいんだけどね。太田選手は余力あるんでしょうね多分、うん、でもあそこで太田選手は一回富林さんに自分の存在を見せるっていうのは土屋さん大事なことですよ。大事大事、ね、行くぞって。いやもうかなりプレッシャー感じますよね。感じますよ。だってこれ野島選手が今ミスなく走ってて前でしかも後ろの太田選手が詰まってると富林選手はすり減っていく可能性がありますからね。その通りです、ね、本当そうですよね。逆番ここ難しいな。でも土屋さん野島選手はまあミスがまずないですね。はい、ね、野島選手でもちょっとレースラップもしかしたら遅くなってるかもしれないですね。でも4番はほぼ3台がスリップの状態に入りました。デグ1デグ2でアンダーパスを打っていく。4、5、6、素晴らしい。さすが決勝ファイナル。4、5、6号車来たぞ。全部優勝のチャンスがありますね、はいはい、ほとんど差がありません。いや団子になったぞこれ分からなくなってきました。まだ序盤の3周目。なんかこういう柄のヘビが南アフリカとかにいそうですよね。ではない逃げられない。すごいな。白熱しています。太田が外から少し覗かせようというところでしたがここは土屋さん一番やっぱ大変なの野島さんですよね。野島減らいですよね。そう野島はタイヤも燃料も減る。一番前走ってて多分燃費も悪いし。太田行くか。さあ太田が内側から前さまずはここで伸びる。太田行くか。攻めて並ぶか。ここはかぶせてきます野島です。ただ2番手に上がってきました太田。3番手5対富林道高も迫っています。おっと混戦混戦3ワイド3ワイド行った道高選手。さあ野島太田道高富林4番手交代です。ただ上位 5番目までコンマ1秒差ほとんど差はありません。道高勝負かけてきたぞ。野島逃げるかこれ。逃げられないねこの距離は。いや野島選手は多分ちょっとプレッシャー感じてますよね、うん、ヒットレースラップタイム出ないけどどんどん後ろが来ますからね。そうなんだよね。やっぱ先頭走ってると燃料も減るしタイヤも減るし。ただ運がいいのは野島さんの後ろで必ず何かが今のところアクシデントが起きてるから前が少し開いて最終コーナー出てくるんですよね、うん、ただやっぱいやこの距離だとバックストレートスリップ効くよ。あじゃあこれストレートもですよね。あこれ2位3位3位まではスリップ効くね。デグ1デグ2どんどん迫ってるんですよね。2位の太田選手がですね。タイムで言うと、いやこれは太田でも早く動くね。あここはアウトアウトだと。なんでなんだって。やられちゃうだろう。あやられる。あの引き方は嫌ですね。野島選手からすると太田選手のあの引き方は嫌ですよね。嫌ですよ。ですよね。ここでスリップ効いてるからねもうね。今入ってますね、うん、1つ目で3に落としてあヘアピンからで2で立ち上がってアウトラインでストレート。スプーンは太田の方が車が安定してるね。あこれは行くぞ行くぞ太田行くぞ。土屋さん入っちゃいましたね。スリップに入った。おおまずはご挨拶とばかりについていきました。太田行くでしょうこれ。後ろから追い回します。なんか DTM のレース見てるみたいな。すごいですね。ぶつけ方とか。あうまいラインだな。これは抜けないよ。これは野島。後ろからも富林が来ました。コンマ2秒差、コンマ3秒。野島選手はこの第1セクターがそんなに速くないんだけど、うん、第3セクターのところでラインが綺麗だから抜けないですね。今はさその間に球が入ってます。後方の富林。一気に富林が2番手。また戻っさあ順が入れ替わる。入れ替わる。外がいい。富林一気に富林が先頭に立ちました。ね、タイヤきついね。神奈川代表野島がここで初めて3番手。順位入れ替わって富林、太田、そして野島。お3台で逃げるか。
もうすでに後方の3台は今給油に入りました。はい、はい、神奈川、埼玉、茨城代表トップ集団、野島タイヤきついな。ちょっと今きつそうですね。伸びていかないですもんね。そう、ここでもやっぱ伸びないので、野島はタイヤが今きついかもしれないですね。これいつ頃入るんですか。次ぐらいですかね、今5周目、うん、あの高速の6、7、8の3名はもうワンピット終わってますからね。はい、さあ燃料消費率3倍、タイヤの摩耗は10倍。やっぱ同じタイミングで入っていきますよね、多分ね。のじあるいは後ろが先に仕掛けて入っていくか。わあ、ちょっと苦しいか、辛いな。僕が野島なら入りますね、この週に。はい、きついね。もう映像は野島を捉えています。前に飛び回しの他ほとんど差はない。さあまた順位変動があるでしょうか。植木も迫ってきています。さあどうする。この周回でトップに立ちました富林、太田、野島、植木も迫ってきました。どのタイミングで、ここで入りました。ここで入った。3台ここで一気に入った。あ、いけ。やはり考えていたことは皆一緒。ここで入りました。もうなんか昔スゴーで大渋滞を起こしたみたいに思い出しますね、土屋さんね、あの時。コーギーがいった。コーギーここでトップ。素晴らしい。一周前に入って、まあ、タイヤがね、入ったのがコーソースか。コーギー先頭、シャイン、道高、富林、太田、野島、植木、竹ちゃんという順番です。コーギータイヤ温まってますからね。温まってますね。千葉代表土屋さん、あと今週コーギー選手乗り切れるかですよね。そうですね、ね、守れるかどうか。まあ、土屋さんが先ほど言った残り2周ですよね。とにかくこの雰囲気ですと、もうだから全車タイヤ交換給油終わってますから、はい、あとはやっぱりタイヤを温存して残りラスト1周か2周で使いたいわけですよ、はい、ここはもうタイヤ使いたくないってことは、この今要するに先頭集団にいるドライバーの皆さんはこのままでもまあしばらくついていければいいかなっていうふうに。余計な動きはしたくないわけですよ、はい、タイヤも減るし燃料も減るし。で今10周中6周でしょ、はい、だからあとはもう燃料とタイヤをどう使うか。おお、プッシュしちゃう。あー、サインズ、マジか、行ってしまった。失って順位が変動しました。コーギー、道高、富林、太田、野島、植木、シャインズ、一気7番手交代です。あー、今服部さんがちょっと映像を見てますね、もう一回ね、スプーンで当たったかどうかを。はいはい、さあコーギー、うわ後ろすご、いやまだ分かりません。いやいや、まだ全然分かんないわですね。ミスがあったら順位変動ありますから。うわすごいな。すごい、見せます。少しコーギーがリードを取っています。1秒1、選手1秒ですね、近く。おお、逃げるかコーギー。なんかスイッチ入れましたかね。7周目に入っています。おや、今のシケインから立ち上がりが良かったんですよね、多分コーギー。いや、まあ、後ろでやり合ってくれたから、はい、コーギーが逃げてなんですけどもね、まあ、その秒差ですよね。2、3、4までは、5位までは勝負権ありますよ、これってことは。あ、やり合ってますね。から混戦ですね。うわー、これ、まあ、2ワイドで入れますけどね、デグダーも入ろうと思えば。あ、入らない、デグ1。いやー、でもちょっとコーギー選手 の直線の伸びがすごいいいです。やっぱやり合ってないだけあって、そう早いですね。突っ込みすぎないで。あ、いいじゃん、これ。ここはお互いしっかりと回っていきました。前3台はやり合ってるけど、太田はタイヤを使わないね。そしてまっちゃん2ワイド、スプーン3ワイド。さあ順番変わりましたね。うん、行けばない。さあ
ストレートに入ります。お城もいる。おさあここでまた抜きつ抜かれつあるか、順位変更があるでしょうか。太田来た。さあサイドバイサイド5番手太田が仕掛けに行きます。少しずつラインをちょっと締めるが、そんなに上げとかなきゃいけない野島選手。これいってアマライエックスカップ決勝。そうだよ、押し出した。順位入れ替わって、おっと植木よ、植木がまたどんどん行く、順位変動があります。ああ山県ドラマが野島上がってきた。その間にコーギー道田が抜け出しました。ペナルティ富林2秒。今ペナルティ富林選手、はい、あれやってるとグーンって下がっちゃうからね。そう辛いんですよね。あれしょうがないよね。さあ順位入れ替わって道高先頭に立っています。コーギー2番手、少しですが1位2位と3位の間が開き始めています。そうですね、10番残りあと2周、8周目に入っています。さあ神奈川対千葉の構図に変わりましたね。こっからこっからみんな勝負かけてくる。本当だ、残りすごい、残り2周のバトルすごいですね。こっからお尻にくっついて離らない、多め追い回しているコーギー。これ富林選手の勝負についてます。ビタッとついて追い回している、追い回している。道田がプレッシャーに感じるか。もうね、グランツーリスモだけはどんなに煽り運転しても捕まらないですから本当に。なるほど。これはコーギーは多分バックストレート。富林ペナルティ2秒がある。ペナルティを解消しなければいけない。まあちょっとね、富林選手は勝負権が2秒ですからね。そうなんですよね。だからとにかく先に行かなければいけない状況です。そう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 。ですから仕掛けなきゃいけない苦しい状況ではありますが、現在5番手。ここは行かないだろう。行かない。スプーン1個目は行かない。おお。2個目立ち上がってから行くね。ここだ。ここで行くね。ここだここだここだ。入った。入った。コーギー選手。さあ入った。入っちゃいましたよ。入った。おお。おお。野島。さあ。ここからも野島が来た。 130R 飛び込んできた。植木も来た、植木も来た。ああ、植木あっと1分、ここでペナルティの富林、現在3番手、植木4番手、野島5番手。さあ試験員でものすごい団子状態になっています。でもこれ富林下がるでしょ、ここでピューンってね。すげえ上位の2人が少し差を広げています。道高先頭、コーギーが2番手、縦一列の展開で、さあ9周目。富林が仕掛けに行きます。ペナルティ1秒3ある。とにかくペナルティ消化したいからね、富林、はい、とにかく前に行かなければいけない状況です。タイヤもだんだんと苦しくなってくる状況ですが、富林その前に行かなきゃいけないですね。コーギーが後ろから道高を追い回している状況。あでもどうだ、いい感じですけどね、うん、残りはあと2周です。9周目に入っています。サムライ X カップ決勝、これサンドブ、あ来た、あ来たぞ来たぞ、うわー、かかけて2番手、2番手、そして一気に一気にここでトップか。コーギーも負けない、コーギーも負けない。しかしここは踏んでいく、踏んでいく富林、うわここでトップに立ちました。踏ん張った踏ん張った、これあー負けてない。スリーワイド内側からコーギー、コーギー、コーギー、諦めない富林、踏んでまた頭を取りました。おー、野島、おー、スプーン1つ目、あっと一気に抜かれた、抜きられた、あー、スプーン2つ目、お尻押されちゃった。みんなバンパー、あー、一気に富林、一気に小島もペナルティー、あー、すごい、太田1位です。おお、まだ行く、まだ行く、4台コーギートップ、大谷2番手、たけちゃん3番手浮上、シャインズ3番手、シャインズ3番手。さあ9周目終盤に入っています。やばい、面白いぞ、いよいよ、おーコーギー、すごい、本当にコニワさんおっしゃる DTM みたい。さあやばい、さあ泣いても笑っても残り1周、これ太田行くね、これ冷静な方が勝つんですよね。外から抜き出して、ここで先頭太田、残りあと1周、ファイナルラップ、埼玉代表が前に出ました。
土屋さんの言った通り、ね、来ましたね。来たね。行くねって言った瞬間にもうスリップで抜いちゃいましたね。うん、来た。最終ラップ。ただまだこれ分かんないですね。いや、コーギーがどこで仕掛けるかだよね。富林 1.2 秒差だからちょっと離れましたね。 1.2、 2人か。富林は届かないな。さあ2台の争いにどうやらなってきたようです。ファイナルラップ、太田に対してコーギーがどこで仕掛けるのか。コーギーは予選4位。お、いや、ラインは同じとこ行ってる。ラインは同じとこ行ってる。これバックストレートで来るな。あ、スリップ入りますね。そう、コンマ2秒。あ、ここだ。ここついていって立ち上がりだ。その後さあ、まっちゃんほぼ2台の争いになったようです。スリップ入った。あ、入っちゃった。おお、ここで行く。ここで、おお、ここでスプーンの手前で一気にコーギートップ。ああ、ああ、ここで、あ、でも抑えて、抑えて、守れる、抑えてます、抑えてます。太田スリップ入れる。さあ、太田がここは一気に仕掛けに行く番になりました。後ろからはペナルティーの富林が追っている状況。さあ、一気にここで太田仕掛ける、仕掛ける。さあ、相手バイサイド、富林が後ろから迫ってくる。シャインズも来る。さあ、終盤ファイナルラップ。勝負はシケイン、勝負シケイン。外から行っちゃったか、コーギー。インの方がいいんじゃないか。太田に対してコーギーはさあ抑えられるか。コーギーから攻める、攻める。しかし守りきった太田。太田守りきる。さあ、ホームストレート帰って白熱したです。勝ちました。太田埼玉代表、苦しい戦いでしたが、そしてコーギー千葉代表、太田が最後の最後守りました。優勝は埼玉代表太田選手、準優勝千葉代表コーギー選手、第3位神奈川代表富林選手、第4位は千葉代表シャインズ選手。以上4名です。優勝の太田選手には賞金30万円が贈られます。さあ、30万円の盾です。皆さん盛大に拍手を。そして優勝のトロフィーが土屋圭一さんより贈られます。改めておめでとうございます。拍手。続きまして準優勝のコーギー選手には賞金10万円が贈られます。千葉圭一さんより10万円の盾です。改めて拍手を。さあ、続きましていきましょう。第3位富林選手には賞金5万円が贈られます。改めて盛大に拍手を。また入賞者5名には職人 T シャツが贈られます。代表して4位の失礼しました、シャインズ選手お願いします。拍手。さあ、改めて皆さん上位入賞者に今一度盛大に拍手を。では小庭さん、インタビューお願いします。はい、今回代表して優勝の太田選手、改めて一言いただこうと思います。時代が変わりました。僕が今37歳ですけど、その時にゲームは1日1時間とか言われながらやってたものが、今このようにまさにヒーローになります。グランツーリスもやっててよかったですか？いや、本当に人生変わりました。ありがとうございます。よかったです。これからグランツーリスもこういうふうに夢を与えていく立場になっていくと思いますけど、グランツーリスモで伝えていきたい、自分の足で伝えていきたいこと、どんなこと思いがありますか？そうですね、まあ、こうやって、まあ、表彰台に立つこともすごく価値があるんですけども、やっぱレースってお互いの信頼感がすごく大事で、相手のことを信頼し合ってないとレースとして成り立たないので、そこの信頼関係に一番価値があるんじゃないかなと思います。太田選手が最後、あの周りの皆さんにすごく、あの多分あの試験のところの争いも含めてだと思うんですけど、あのちょっと手を合わせながらいろいろ話をしてたと思います。ああいうところものすごく僕は心を打たれるんですが、やっぱああいうことが一番大事だなってやっぱりご自身も感じますか？そうですね、やっぱり、まあ、
今回のレースは本当にお互いぶつかったりつけられたりがあったので、やっぱり、仕方ないことではあるんですけども、そこに、謝罪はやっぱり絶対必要だと思うんで、まずはそこでした。改めて本当に僕はよく金メダリストは金メダルが寄ってくるって言い方をするんですけど、まさに優勝が寄ってきたなって僕は感じました。大きな拍手を送ってあげてください。盛大な拍手を。改めまして、一般の部優勝は埼玉代表太田選手でした。